はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。よくね、引き合いに出される例えですね、ジョージ・オーウェルの1984というですね、これはもうその50年ぐらい前に書かれた小説、ジョージ・オーウェルですね。ものすごいこう全体主義国家があって、何から何まで全部見張ってるというですね、見張られてて、ビッグブラザーというですね、目に見えない皇帝がですね、支配してると、ものすごい全体主義国家を描いたんですけど、まあ50年ぐらい前、もっと前かな、70年ぐらい前かな、ちょっと待って、これ出てるんですよ、ニューズウィークのコラムでですね、超監視型社会1984の悪夢は中国で実現するもう実現してるて、全体主義国家の中国はSNS だけでなく、空港や学校、タクシーなどあらゆる場所で監視システムを導入している。最新型の EV も例外ではないって。EV 全体が監視カメラみたいになってるわけですね。その監視装置になってるわけですね。こんな出来事があった。国外に暮らす中国人 T が中国の親友と連絡するため、中国のアプリ WeChat を利用し始めた。そして中国に関わる外国メディアの記事を WeChat で中国の親友とシェアしようとした。普段普通に使っていると思っていたある日、突然中国の親友から、何があった、なぜあなたのモーメンツが真っ白になって何も見られなくなったよ、という連絡が来た。びっくりした T は慌てて WeChat をチェック。投稿はちゃんとある。こっちからはきちんと見えるよ、と親友に伝えた。同時に国外にいる友人と中国にいる友人数十人以上に聞くと、あることが発覚した。 WeChat アプリには国外向けの WeChat と国内向けの Weibo という2つのバージョンがある。WeChat を使う人はほぼ国外にいるので T の投稿はちゃんと見られる。一方、中国国内に暮らしている友人は T の投稿を見られない。T がシェアした国外ニュースが中国政府の禁じる内容だったために、国外ニュースも全部チェックしてんの。ハイテクを使って中国国内のユーザーだけを遮断したと考えられる。へえ、用心深く賢い技術だ。ただ思いつかないだけ、できないことなどないという言葉そのままである。ネットにはこんな投稿もあった。ある中国人ネットユーザーが中国通信機器大手ファーウェイが新発売した新型 EV、いわゆる EV ですね、を購入し、友達を誘って初乗りをした。みんな何の心配もなく自由に喋ったり議論したりしていると、 EV のシステムが政治批判の話題を気をつけようと注意された。マジかよ。社内の話題までチェックしてんの。車室内モニタリングシステムを搭載する新型 EV にとって、個人言論の監視や収集は十分可能だろう。みんな BYD 行こうたらあかんでってあれ乗ってたら中国にみんなバレんねんでうわ。別の中国 EV が車内モニタリングシステムを撮った車の持ち主のプライベート写真をネットに相次いで流出させた事件も最近発生した。へえ、全体主義国家の中国は空港や学校、タクシーなどあらゆる場所で監視システムを導入している。彼らが個人の生活スペースを見張る可能性は十分にあり得る。ジョージ・オーウェルが小説で描いた1984は中国で実現するだろうと、まあこういうことですね。これね、なんていうか、これ嘘みたいな話ですけど、多分ほんまですね。まあこう動画やなんかこうなって載ってるんですけど、1ページ目を貼っておきますね。俗に中国はですね、2人に1台の割合で監視カメラがあると言います。多分それは今でも増えてるでしょうから、そのうち1人1台になり、1人2台3台になるんですよ。って問題はものすごいこう見張られてるわけですねでそれをですね AI で処理していくわけですよ。
でこいつは中国共産党に文句言うやつやとか文句言わないやつやとか識別していくわけですよ。だからそのうちですね、あと2、3年もしたらですね、もうその人自身がどういうこうですね、政治思考を持ってですね、何が好きで女性の好みがこう、女性というか異性の好みがこうでとか、子供に対してはどう思ってるとかですね、外国のどこどこ国に対してはどう思ってるとかというのがですね、中国人は全部揃うわけですよ。でそれがですね、どん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 外国に広がっていってですね、多分ですね、私のファイルなんかもできるわけですよ。ここ榊という名前でやってるやつこういったどうぞこうでこうって、でその筋の人が見ようと思ったら榊アーツにして検索で出てくるんですよ。こういったどこどこ何年生まれでですね、こうどういう経歴で、で YouTube でこんな勝ったことをほざいてるって場合によってこいつはあの抹殺しなあかんとか出てきたら怖いやんそんな嫌やん。でそいつがですね、あの私がぼーっとしててちょっと中国行こうかとかって行くとですね、あのあれです、空港に入った途端、あの入管、入国した途端に入国ってどっかに出るわけですよ。ほんで私がでーって歩いてるとですね、ちょっとって言って引っ張られていって、もう二度とですね、皆さんの前には出られないというようになるわけですね。行かへんやそんなんお前もう嫌やんそんなん、もう多分外国人にもそうなるわけなんですよね。でこんなんね、どんだけガードしても個人情報って出てきますからね、今の時代ね。まあまあだからですね、僕らのもう中国人はしゃあない、そんなもう中国に生まれてるさかい、もうそうやって監視されんなと。僕ら日本人はね、もうなるべく中国行かない、関わらないというのが一番ですね。であんまり文句を言わない方がいいですよ。私みたいに言うてるとですね、そのうちはあれ最近榊見えへんなってどっかで交通事故に起こったんちゃうかみたいなですね、そういうふうにそれ、ね、冗談ちゃいますからね、ほんまに。あの彼らよく使うの交通事故なんですよ。私もだからなるべく気をつけて歩いてるんですけどねいやいや、まあ私程度のね小物にまで手を出すようになったらですね、中国も大忙しでございましょうねあのまあでもそのうちね、これ冗談じゃなくなるかも分かりませんからね。言論統制を世界に広げてますからね、あいつらね。少なくとも海外にいる中国人の言論はしっかりと管理してますから、監視してますからね。これなんか変なことがあるとですね、あの国内に残っている家族のところに行って、お前どこの息子がなんか変なこと言うてんぞと、もっと国を愛さなあかんぞ、ちゃんと教育せよって言うらしいですからね。いやーそんなんかないやん、嫌やんそんなん、もうかなん勘弁してなと思いますけど、まあまあまあ僕は中国人ではないんでね、その点は良かったと思いますけど、いや皆さん気をつけてくださいね。あんな国行ったらあきませんよ。 BYD なんかこうたらあきませんよ。社内の会話まで聞かれてるんですよ。秘密握られますよほんまにはい、ということでございまして、このですね、面白いイラストがあります。すっごい面白いイラストがありますね。このニューズウィークですね、風刺画で読み解く中国の現実と、超監視型社会1984の悪夢は中国で実現するというですねコラムでございます。アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。